青コーナーに安西あずさ選手の入場です。さあ最後の試合になります。最初に入場は安西あずさ。松本さん、直前のオファーだったということですね。そうですね、ギリギリに決まったんですけども、なんか余裕がありますね、表情を見てると、はい、あの女子の本当に強豪選手が揃う全道会に所属している選手なので、はい、練習は積んでると思います、はい、ただ、ね、実戦がちょっと経験がないのでどのぐらい応対できるかってちょっと注目ですね。彼女にとっては経験の時間になるかもしれませんね。はい、ミク選手の入場です。さあ続いてはミク選手、クラブバーバリアン。松本さん、こちら注目選手だということですね。はい、この大会を締めるのに本当にふさわしい新鋭、はい、未来のエース候補、あの大会プロデューサーの藤井めぐみさんも、はい、これ注目だよというふうに語っている選手なんですね。そうですね、全道会六本木道場所属安西あずさ。さあこちらが安西あずさです。全道会六本木道場、再び笑顔が見られています。そして松本さん、はい、ミクですね、こちら。そうです、もう身体能力をね、もうずば抜けてます。はい、それがまず一つのセールスポイント。そして決めも非常に強いということですね。そうですね、決めも強いですし、あとボクシングのプロテストも KO で、まあ、合格してるんですよ。もう打撃も抜群ですね、はい、むしろ最近は打撃の方に力入れてますね。なるほど、はい、安西選手っていうのはシンクロナイズドスイミングのジュニアの大会ですごく活躍してた選手らしいんですよ、はい、あ、なるほど。だからね、体がとにかく柔らかいらしいです。動きを見たことがないので、どう何とも言えないんですけど、だってその柔軟性っていうのは総合格闘技本当に向いてると思うので、はい、どのぐらいこのミク選手にね、対抗していくかっていうところですね。そうですか、はい、さあ5分2ラウンド、グラウンドでの顔面攻撃なしの総合ルール。第1ラウンドのゴングが鳴っています。いきなり左のジャブから突っ込んでいく、蹴り足を掴んでミクがあっという間にテイクダウンに行くか。いや、腰、強い腰を見せました安西ですが、サイドポジション早いですよね。早かったですね、あっという間ですね。一旦安西が立ち上がりかかったんですが、はい、でもね、再びテイクダウン。そうですね、はい、パワーも本当にあります。あ、ものすごいブリッジで返しましたけど、今体の柔らかさ見せようとしましたが、はい、マウントポジションになりました。安西が腕を伸ばした、腕ひしぎ十字固め秒殺。これはね、1ラウンド33秒腕ひしぎ十字固めです。松本さん、驚きました。はい、もっとね見たかったっていう気持ちはあるんですけども、でもさすがミック選手って感じです。そうですね、はい、いやもう何かこう風格のようなものもこの表情はありますよ。そうですね、あの彼女本当に実際会場で見てもらいたいんですけど、はい、出てきた時からね花があるんですよ、もう格闘家としての天性の何か持ってるんですよね。なるほど、はい、ですので藤井さんもやっぱりこう今回ぜひミクに、はい、メインを占めてほしいっていう願いがあったんですね。はい、そうですか、あの打撃面が充実しているという面も見たかったんですがね。そうですね、まあ、それはもう次の試合に期待しましょうというところで、はい、はい、ね、富山から来ているという点も非常にこう根性娘。そうですね、はい、そんな側面も見られますミクです。いや、33秒あっという間にこの、ダブルフェイスを締める戦い見せてくれました安西あずさを破っています。クラブバーバリアンミク、見事な勝利です。1試合というので、どれだけ総合を、まあ、見せれるかなというか、まあ、打撃からタックルにつなぎだとか、そういう総合らしさが試合に出ればいいなと思って祈りました。あ、なんかびっくりしました。なんか偉い方がいっぱいいるなんかちょっといつもと雰囲気はなんかね違います。藤井さんにそう言っていただけるのが一番結構嬉しいんですけど、なんで、ね、やっぱりそうやって思われそういう風に言っていただいたんで、それが、ね、お客さんにも、まあ、伝えれたらなと思って、で今回はちょっとやっぱりいつもの試合とは、ね、感覚的に総合を意識する感じでした。